どうもボロカです。今回は東武大師線に乗っていこうかなと思います。東武大師線は西新井と大師前を結ぶわずか一駅のみの運行の路線です。てやべえ、もう発車ギリギリじゃねえか。やばいやばい。待って待ってくれ。くそー、間に合わなかった。誰だ今絶対に間に合ってるだろうって言ったやつ、許さねえ。広島のボロク橋は運悪く電車が発車したばかりで乗り遅れてしまった。ちくしょう、次の列車も10分後か。さっきの列車乗り遅れと学校に遅刻しちゃうのにどうしよう。仕方ねえ、歩くか。どうせ西新井駅までだし、歩いた方が早いだろう。広島のボロク橋は西新井駅まで歩いた方が次の電車に乗るよりも早いんじゃないかと思い、必死に足を動かしたのだった。
やっと着いた西新井駅。電車に分ける訳にはいかねえ。改札はどこだ、改札は。ここまで頑張って歩いてきたわけだから、電車より先に絶対に着いてやる。大師前駅から西新井駅までの距離は約 1km。 歩けない距離では全然ないので、これは電車よりも早い説は濃厚かもしれない。結果、広島のボロクハ氏は次の電車よりも早く着くだろうと必死に歩いたが、電車とほぼ同時刻の到着であった。でも大師線の列車から乗り換える人がまだホームに着いていなかったことから、若干徒歩の方が早かったと捉えられるかもしれない。しかしながら皆さんにはこう伝えておく。やっぱり公共交通機関に勝つのは無茶であるということを。世の中には便利なもので溢れかえっているのだから、使えるものは使おう。その後、ボロクハ氏は暑い中必死に歩いたので喉が渇いてしまい、ペットボトルを買ったのだった。しかし衝撃の事実が発覚した。ご視聴ありがとうございました。広島のボロクハさんという名前で YouTube の活動をやっているので、少しでもいいなと思ったらチャンネル登録、また高評価よろしくお願いいたします。何か感じたことがあればコメント欄にお願いいたします。最近たくさんの視聴、チャンネル登録、コメントなど急激に増えて本当に嬉しいです。拙い編集ではありますが、今後とも動画投稿を続けていきますのでよろしくお願いいたします。 Twitter もやっているのでこちらも覗いてみてください。次回のご視聴もよろしくお願いいたします。